改めましてこんにちは。スバルデザイン部の石井と申します。今日はですね、こういうところからいらっしゃっていただきまして本当にありがとうございます。聞くところによると100倍ぐらいの倍率で皆さん当たってですね、今日来られたということなので、非常についている方々からですね、安心と楽しさ、これは多分どのメーカーさんも安心と楽しさやってくださって、皆さんに車を提供していると思います。そこに新たな素晴らしさを入れて、ダイナミックでソリッド、躍動感がある、塊感がある、こういうですね、車作りをデザインとしてやっていこうと。で、スバルが、街でこう皆さん見たときに一目で、あ、これスバルだよねって分かるデザインにしていきたいなという思いを込めて、このダイナミックソリッド、この言葉をですね、ちょっと策定をさせていただきました。で、これは先ほどの安心と楽しさ、スバルとして表現しているものは、この安心と楽しさ、ちょっと因数分解ですね、安心を安全、頼もしい、クオリティ、品質ですね、ここら辺をキーワードとして持って、楽しさは、スポーティーで、使いやすくて、それで見ただけでワクワクする、これらをキーワードとして、我々ですね、ダイナミックでソリッドで、そういう車を作っていこうと思っています。はい、それでですね、第1弾として今恵比寿のショールームにある、ビジブツコンセプト、これをですね、その考えで作りました。これがですね、昨年のジュネーブ賞、スイスのジュネーブで、モーター賞があるんですけども、ここで展示しました。でですね、なんとですね、日本でまだ展示してないんですよ。恵比寿で展示したの初めてなんですけど、昨年の、日本カーデザイン大賞のコンセプトカー賞部門で、これトップ取ることができまして、恵比寿のショールームに皆さん行かれるとトロフィーが恵比寿のショールームに飾ってあります。はい、こんな取り組みをしています。これが、ダイナミックソリッドを全身でこう表現したものです。部分的に表現したのは今売っているレガシーとかですね、レボークとかそれらには部分的には入れたんですけど、本当に根本的にこう入れて始めたのがこの、コンセプトカーからで、次のインプレッサーあたりでは量産車で、全身ダイナミックソリッドで出せるかなと今思ってます。ちょっと期待しておいてください。それからですね、フロントデザインの統一感というところが、デザイン戦略に出ております。一つは全体のフォルムでダイナミックソリッドの形をこう作りたい。で、あと顔ですね、フロントフェイスをパッと見たときに、それがスバルだと分かる形にしていきたいということで、今ですね、ヘキサゴングリルって六角形のグリルを我々使ってます。で、ここから始まる長骨筋かつお節ですね、ここからこう面が始まるような形、それで硬質な形でダイナミックな動きがある形、これを作ろうとしてます。はい、それからですね、ちょっと中央に水平対向エンジンがあるのが見えると思うんですよね。で、ちょっとデザインとしてはその水平対向エンジンとか、スバルが持っている、航空機の DNA だとか、そういうのを非常にスバルらしさとして大事にしています。先ほどちょっとご質問出てましたけども、水平対向エンジンって実は飛行機のレシプロの飛行機のエンジンのですね、星形のエンジンの一部を切り取った形なんですね。なので、BMW さん、マークがあれプロペラの回転センサーとこのマークですね、黒と青のあれプロペラの回転センサーで、全身が飛行機会社で今の車を作っているという会社は本当に一握りです。ロールス・ロイスさん、サーブさん、BMW さん、三菱さんとかです。あとちょっとあるかな。だけど、それが非常に、やっぱり今、それあまり宣伝してないですよね。なので、デザインとしてはパッと見たときに、その飛行機の DNA が必要を持っているよっていうのを一目で出したい。で、その象徴である水平対向エンジンっていうのを、顔の中にモチーフとして入れたいなと思っています。thank you.
ちょっと映像を見ていただきましたけど、実は顔を、ヘキサゴンの六角形のグリルと、今光ってたこの字のモチーフっていう2つ、これ合わせてですね、スワルの本物の顔を見ていきたいと思います。で、最初に冒頭に申し上げた安心と楽しさ、これを表現することがデザインにあってまして、六角形のグリルには、安心の表現を入れてます。で、自然界でですね、皆さん一番安定した形で六角形だっていうのを、ご存知だと思います。蜂の巣だとか雪の結晶だとか水晶だとか、元素記号を持った六角形です、ね、で非常に安定した形なんですね。そこに安心の表現を入れます。それから六連星、我々 のトップマークである6つの星のマーク、あれはですね、ちょっと第二次世界大戦後長島飛行機解体されて、で富士重工っていう会社がですね、6つの会社がこう合わさって、1つの富士重工になりました。ですので、富士重工が生まれた時に6つの会社のそのマークを入れます。あとはスバルっていう日本古来の呼び方の、星の名前です。これを引っ掛けたことなんですね。その6つっていう数字非常に大事にしていきたいなと思ってデザインの中で、それで六角形の6、これは安心の表現、それからスバルっていう会社のベース、基本の表現として六角形の形を入れています。今アウディさんとかいろいろ六角形のフォードさんとかですね、形が出てきちゃってるんですけど、スバルはちゃんと意味を持たせてその六角形をずっと使っていきたいなと思います。それから今、映像で見ていただいた水平対向エンジンがフロントに入っているというのは世界で唯一、今富士重工だけです。これはやっぱりデザインを大事にしていきたいなと思ってですね、そのピストンの動きがこう光となってパルスとなってこの字の表現をしている。でこれ何でかというと、水平対向って非常に低重心でワイド感があって、非常に安定したものなんですね。それから飛行機って左右シンメトリカル、左右対称のものですよね。で左右バランスが崩れると飛行機とバカになっちゃうんです。でその左右対称っていうところが富士重工をずっとキープしてます。水平対向エンジンと縦置きのミッション、これずっとこだわってやってるっていうのは非常にポテンシャルがベースとして安全なんです。で水平対向エンジンってピストンがこう上になって横に広がっていますので非常に安定してるんです。ですからアウトバックとかコレクションとか車高を上げても非常に安定している。それは、基本の設計が水平対向があっていいからなんです。それを顔をパッと見た時に分かるように低重心でワイド感表現をするために楽しさ表現としてこの字を今回策定してます。でその楽しさ表現というのはそのエンジンを買っていろんなところ、いろんな悪条件の天候があるかもしれません。道も悪いところあるかもしれません。ここを安心して楽しくどこでも行って車を使って、スバルの車を使って行っていただきたいなということを顔でこう表現しようということで、この顔を作りました。この字 のヘッドランプのアイコンもですね、各社さんやってきてます。でもスバルは水平対向エンジンにちゃんとあって、そういう思想を持ってこの顔をやっていくっていうところがちょっと各社さんと違うところだと思っているので、ちょっと同じかもしれないなと思う方いらっしゃると思うんですけど、我々こう信念を持ってちょっと顔作りをやっていきたいなと思ってます。それからですね、ちょっと最後の方になってきたんですけど、これレガシーのスケッチですね。でアウトバックとかで、好評さんがということで、我々の時間車の時にやってます。なってます。はい。以上、ご清聴ありがとうございました。このような形でデザイン、皆さんにこう使って喜ばれるためにワクワクしていただいたのに、今後の使うのも、どうぞ。というわけで、今回のですね、工場見学は、サプライズが結構ありまして、工場見学の、トリム部分の見学と、あとプレスラインの見学以外に、衝突実験のね、あれは本当に、スバルとしては間違いなく初公開の、すごい貴重な、見学と、あともう一つ最後にですね、石井さんというデザイン部長の方が、今後のスバル社のデザインのその、戦略
水平対向エンジンというね、あの我々の大好きなあのあれをモチーフにしたデザインを進めていくみたいな話をされてですよ。それは結構僕としてもあのかなり意外というかですね、あ、スバルってこんなデザインでこう水平ね、あのアイデンティティの水平対向エンジンをあの大事にするデザインを考えてくれてるんだなみたいな、ね、結構あのかなり貴重なお話が聞けました。今回ね100倍の、競争率だったということですけども、まあ本当にその100倍の、に当たった人は、ね、本当に幸運で、かなり本当に貴重な経験がされたんじゃないかなと。で我々はあの取材した側もですね、あの想像してた以上にそのサプライズもそうですけども、内容の濃い、イベントだったということで、かなり私自身、非常にその満足度が、取材満足度っていうとちょっと変な言い方ですけど、取材させていただいてかなり、満足度の高いイベントでした。かなりねこれはいろんな工場見学のイベントあると思いますけども、とりわけこうあのスバルマニアがね、スバルリストがかなり、喜べる、楽しめる、まあ、ちょっと子供さんがね退屈したっていう、あのそれぐらいちょっと、まあ、マニア度のね深い大人向けのね本当に内容だったんで本当に面白かったです。また機会があればこれ競争率また上がると思いますけども、ぜひ応募して、応募する価値はあると思いますので、またこういう機会が、ね、あれば、あ、多分またあると思いますので、ぜひぜひ応募してみてはいかがでしょうか。そんな感じで非常に楽しい、興味深い取材でありました。ありがとうございました。またまた、こういうスビーチャンネルはですね、今後またこういうライブ感といいますか、現場からの、お届けというかね、現場の生のその、取材的な感じで映像をお届けできればと思います。またスビーチャンネルの方もどうかよろしくお願いします。ありがとうございました。やっぱりスバルがナンバーワン。